あ、白熊がいたわよ。ほんとだ、会いたがってたもんな。触れ合うという夢は叶わなかったけど、見ることができてよかったじゃないか。あら、マリサ。それこの前発売になった新型の iPhone じゃないの。ふーん、いいだろう。このトリプルカメラでどんな写真でも撮れちゃうんだぜ。新製品が一番いいものっていう先入観は時にして危険なのよ。え、どういう意味だ？ははーん、さては自分は旧型の機種だから、歪んでるんだな。まあ、否定は、しないわ。でも、冗談半分だったけど、これは割と本当のことなのよ。特に航空機業界では、新型機や、新システムの採用の際には事故が多発している傾向にあるわ。マリサ、この前2件続けて飛行機の墜落事故があったのを覚えているかしら？ああ、ニュースで話題になってたな。確かインドネシアのライオンエアっていう航空会社と、エチオピアの航空会社の飛行機が事故を起こしたんだっけ。そうよ。それらの事故の共通点は、どちらもボーイング737MAX という、最新鋭の旅客機が起こした事故だったっていうところよ。ボーイング737MAX って、どんな飛行機だったんだ？ボーイング社のロングセラーである、ボーイング737シリーズの最新モデルよ。ボーイング737自体は、比較的近距離を結ぶ中型機で、従来の737シリーズから改良を加えられて、大幅に燃費が向上したわ。この写真の翼の先端が特徴的だな。こんな構造は初めて見たぜ。それじゃ、早速だけど今回はそんな最新鋭機が起こした事故と、その主人公であるボーイング737MAX について、お話ししていくわ。ああ、頼むぜ。まず1件目の事故である、ライオンエア610便墜落事故についてお話ししていくわよ。ライオンエア610便は、インドネシアのスカルノ、ハッタ国際空港を離陸し、目的地であるデバティ、アミール空港に向かっていたわ。結論から言うと、離陸から13分後、ジャカルタの沖合に墜落してしまうことになったわ。事故の原因としては、鋭角センサーの不具合、および MCAS の使用にあったと言われている。鋭角センサー？ MCAS？ MCAS は 737MAX に搭載された新機能だったの。MCAS は、日本語で言うと操縦特性向上システムといい、鋭角センサーから得た鋭角の情報をもとに、その鋭角が大きい場合、自動的に水平尾翼を調整し、飛行機の安定性を高めることを目的とした機能だった。何のためにそんな機能が追加されたんだ？ 737MAX では、エンジンの設計が見直された結果、鋭角が大きくなりやすいという、飛行特性を持っていたのよ。飛行特性については、第1回の解説の時にも話していたな。確かあの時は、エンジンを3つ搭載した3発機で、エンジンと尾翼が一体化していたから、通常の飛行機とは操縦特性が異なったっていう話だったが、今回の飛行機は見た感じ、私たちの想像する一般的な飛行機だぜ。確かにね。でもこの2枚の画像を比べてみてちょうだい。左が、今話している 737MAX よ。右側が従来型の737型機なんだけど、何か違いに気づかないかしら？よくよく見ると、エンジンが 737MAX の方が少し大きくないか？ご名答。737MAX では、新型エンジンが大型化したことにより、従来の位置にエンジンを取り付けることができなかったの。地面と干渉しちゃうもんな。だから、エンジンをより機体の上部に、そして前方に飛び出すような形で取り付けることになったのよ。そのせいもあって、従来の機体と比べて鋭角が大きくなりやすいという特徴を備えていた。そうか、その飛行特性への対策として MCAS が装備されたんだな。そうよ。機種が上がりすぎると失速するっていう話は、第2回でしたと思うんだけど。737MAX の開発段階から、鋭角が大きくなりやすかったという特徴は、すでに把握されていたそうよ。そのため、その特性を補正するための MCAS が装備されたって流れね。そういう便利な機能があるのは、よくわかったぜ。でもそれがどうして墜落の原因になったんだ？この MCAS は、水平尾翼にあるエレベータートリムという操縦翼面の操作を自動的に行うことによって、機体の安定性を向上していたのよ。エレベータートリムってなんだ？それを操作することで、鋭角の調整ができるようになるの。主に上昇率や下降率を維持するために使用されたのよ。普通、操縦桿を引くと上昇する、押すと下降するよな。それとはまた違うのか？わかりにくいんだけど、ちょっと違うわ。マリサの言う通り、通常この水平尾翼の操作は、操縦桿の前後への操作で行うことができるわ。でも、例えば上昇したいとき、パイロットはずっと操縦桿を引いておかないといけないことになるわよね。そうだな。
極端な話だけど、この時、エレベータートリムを設定しておくことで、操縦桿を中立の位置に戻しても、上昇姿勢を継続することができるようになる。水平尾翼を上昇状態のまま固定しておくっていうイメージかしら？なんとなくわかったぜ。悪いがここまでの話を簡単にまとめてくれ。今回の事故の原因となったのは MCAS という機能だった。MCAS は迎角が大きくなった場合、水平尾翼に存在するエレベータートリムを自動で操作することで、機体の安定性を保つという装置だった。そしてこの MCAS は 737MAX に搭載された新機能だった。間のややこしい話をはしょるとこんな感じかしら。このあたりを押さえといてちょうだい。MCAS というものについてはわかったぜ。その新機能にどういう問題があったんだ？鋭角が大きくなると、失速を防ぐために、水平尾翼を自動的に調整するのが MCAS だっていう話だったけど、その MCAS に送られる鋭角を計測し、送信する役割を担っていたのが鋭角センサーというものよ。今回の事故の根本的な原因は、その鋭角センサーにあったわ。どういうことだ？ちょっと話が長くなるから覚悟してね。さっさと概要が知りたい場合は、さっきみたいに簡潔にまとめるから、そこまで飛ばしてちょうだい。何を言っているんだ？天の声を代弁したまでよ。話を戻して。その鋭角センサーは、誤った情報を MCAS に送信していたのよ。誤った情報？センサーは実際の鋭角より大きな鋭角を MCAS に送信していた。MCAS はその情報をもとに、飛行機が失速状態であるとご判断した。ちなみに、その鋭角センサーは、737MAX には2つ装備されていたの。そのうち一方からの情報をもとに MCAS が動作するんだけど、今回の場合は、そのセンサーのうち、鋭角の大きい方の情報を MCAS に送信していたわ。鋭角を補正し、失速を防ぐ装置だって考えからしたら、確かに2つのうち、より大きな鋭角情報を送信するってのは合点がいくな。そのため、鋭角を大きく誤って計測していたセンサーの情報が、MCAS に送信されたってわけ。その鋭角のデータが誤っているって気づくことはできなかったのか？故障などにより、片方のセンサーと、もう片方のセンサーの情報が、不一致だった場合の警告システムも装備されていなかったから、離陸上昇中に鋭角センサーの故障に気づくのは、至難の業だったと思うわ。確かにな。今になったから、事故原因はこのセンサーにあったことがわかるけど、コックピットではエンジンの不具合や、操縦翼面の故障など、いろいろな可能性から答えにたどり着かないといけないからな。そしてこの誤った情報を受け取った MCAS は、水平尾翼を自動操作して、機体は下降を始めることになったわ。この時の操作自体は正しいものだったのか？失速は、機首が上がり、十分な速度が得られない状態になった場合に起こるのよ。失速状態は、以前も話した通り、翼から気流が剥離してしまい、揚力を得ることができなくなってしまう現象だったわよね。その状態に陥った時、機首を下げて降下し、速度を回復させるっていう、MCAS の動作自体は何も問題がないものだった。MCAS はその失速状態に陥った時、操縦系統に介入し、エレベータートリムを自動で調整してくれる機能だって言ったわよね。言ってたぜ。つまり、今回の場合は、MCAS が誤って送信された鋭角の情報をもとに、パイロットの意図しない、機首下げを行ってしまったってのが事故の原因だったわ。MCAS の動作条件は、オートパイロットがオフであり、フラップが上がっていて、かつ、急旋回中で鋭角が大きい状況のみで動作するものだったそうよ。そしてこの MCAS は、正常な鋭角に戻るか、パイロットが手動でエレベータートリムの調整を行えば動作を停止するようになっていた。ここでパイロットが手動でトリムを調節していたら、もしかしたら墜落には至らなかった可能性もある。パイロットもこの MCAS についての知識がなく、当時なぜ機体が機首を下げるのかわからなかったそうよ。この機能は 737MAX から搭載された新機能だったんだろ？知らなくても無理はないと思うぜ。ボーイング社の説明が不十分だったことも原因の一つに挙げられるわね。MCAS によって機首が下げられている中、パイロットはもちろん操縦桿を操作して機首を上げようとしたわ。操縦桿を引くパイロットと、機首を下げようとする MCAS の攻防がなんと、20回以上も繰り返されていたそうよ。でも、最終的にはパイロットの必死の操縦も虚しく、MCAS は動作し続けて、やがて海面に激突し、大惨事となったわ。これがライオンエアー610便墜落事故の概要よ。第2回でちらっと話したが、人力主義のはずのボーイングが、この事故を起こしたなんて、なんだか皮肉だな。そしてこの後、2件目の事故。
エチオピア航空302便墜落事故が起きたわ。2019年3月10日、エチオピアのボレ国際空港発、ケニアのジョモ、ケニアッタ国際空港駅。エチオピア航空302便も、離陸から6分後にレーダーから消失。出発空港の南東62キロの地点に墜落したわ。事故機は離陸直後から、操縦に関して問題が発生しており、機体は上昇と下降を繰り返したそうよ。トラブルの際、エチオピア航空のパイロットは、さっき説明したライオンエアの事故を踏まえ、ボーイング社の新しいマニュアルに基づき、回復動作を行ったんだけど、残念ながら墜落してしまった。さっきのは、M キャスト鋭角センサーの不具合が原因だったが、今回の事故は違ったのか？ボーイング社は、今回の事故とライオンエアの事故は無関係であると主張しているわ。でも事故の調査組織は、ライオンエアと同様の不具合のため、墜落した可能性があるとしている。両方の意見が真っ向から対立している感じだな。ここまで話してきたんだけど、両方の事故ともに、ここ1、2年で発生した事故だから、まだ事故の全容は分かっていないのよ。特にこのエチオピア航空の事故については、はっきりした事故の原因はまだ調査中よ。でも事故の状況がすごく似ているよな。離陸直後に操縦システムに問題が発生し、上昇や下降を繰り返した後、急降下して墜落。私にはとても両方の事故が、無関係であるようには思えないぜ。上昇や下降を繰り返し、急降下したってことは、水平尾翼の機構に、何か問題があったとは思うんだけど。こればっかりは、私たちにはわからないわ。専門家の調査を待つのが賢明だな。というわけで、今回はライオンエア710便の事故を中心に、ボーイング 737MAX という、不遇な最新鋭機についてお話しさせていただきました。現時点での情報だから、もし調査結果が発表されたら、この動画の内容も変わってくるかもしれないぜ。さて、今回は皆様にお伝えしたいことがあります。なんとチャンネル登録者が、10人を突破したぜ。ちょくちょくチャンネル登録してくださる方はいらっしゃったのだけど、やっぱり桁が大きくなると感慨深いわね。今後もわかりやすい動画を目指して、頑張っていきたいと思います。投稿頻度的には、週に1本を目標にしたいわね。そんなわけで、今後とも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それじゃあ今回の動画はここまで。ご視聴、ありがとうございました。